の転売ってめちゃくちゃ儲かるのよ。絵画の価値なんて時間合ってないようなもんでしょ。僕が描いた絵って30億で売ろうと思えば売れるかもしれないしね。それは言い過ぎだけど、絵画って地味にさみんな判断できなかったりするじゃん。そういうものって高額の値段ついたりとかするわけよ。例えば10億で買った絵画、それを10年後に出したら30億で売れましたなんて、結構ザラにある話で、駆け出しの画家さんとかに声をかけて、その絵とかを作ってもらうじゃん。それでまあ結構ね、収入を上げたりとかすごい喜ばれるわけ。そっからその絵画を買い取って、お金持ちの人に売ると。額は数十万とかなんですけど、まあまあ儲かるんですよ。皆さんはその何兆とかね、海外資金まずないじゃないですか。まずやるべきは、数百円、数千円ぐらいの安いところから仕入れやっていきましょう。それだけでも毎月数十万、数百万とかね、利益を出せますし、どういうふうにスタートしたいのかわかりませんよね。だから僕はですね、そのやり方をまとめておきました。僕は動画で解説してまとめてありますので、僕のプロフィールからですね、受け取ってみてください。完全無料ですし。